どうも、テルエモンです。今日なんですけども、Fusion360 で、カラーコーンですね。運動会で使ったりですとか、工事の現場に置いてあったりですとか、運動するときにちょっと使ったりとかですね、するこのコーンですね、ちょっと作っていきたいと思います。まあ、裏側はこんな感じですので、ちょっと作っていきたいと思います。今回もちょっとリハーサル一回ちょっと作ってみています。そうですね。新規デザインから作っていきます。ちょっと分かりづらいんで、ちょっとグリッドを表示させますね。はい。で、今回はソリッドの機能を使って主に作っていきます。まずはスケッチを作成をクリックして、スケッチを各面としてはこちらの平面を選択していきます。で、下のところですと四角になりますので、作成メニューの長方形の中心の長方形を使って、まずは四角を書いていきます。ちょっと一回適当にクリックして書きまして、スケッチ寸法を使って、こちらを390。で、やりますとですね。一回こう見えなくなった方も一回戻りますか。ここですね、390とやると、こういう形になるかと思うんですけども、まあ、せっかくの機械なので、ちょっと一回これ閉じますね。基本設定のところちょっと見ていきます。デザインのとこですね。こちらです。最初の寸法でスケッチ全体を尺度して、こっちにちょっとチェックを入れます。で、OK をします。で、新規デザインから、スケッチを作成で、先ほどように平面を選択します。で、長方形の中心の長方形。一回今100ぐらいですね。で、今回390寸法入れていきたいと思うんですけど、例えばここで今100に近い状態ですけども、99ですけども、クリックして、これ390でエンターキーを押すと、これ自動的にサイズがですね、このフィットするような形ですね。今390だとこう、さっきはこんな感じになったかと思うんですけども、自動でスーッとこういう形で、全体が表示されるようにですね、なってくれました。これを行うのが、こちらの基本設定の中にあります、デザインの中にある、最初の寸法でスケッチ全体を尺度してっていうのをチェックを入れますと、今のような形で、自動的にですね、そのサイズでこう画面がこうフィットしていくような形になります。ので、こちらチェックを入れておくと、まあ便利ですね。こういうふうにちょっと便利ですよという形です。はい。で、ちょっと話が逸れてしまいましたが、今回コーンの下の正方形のサイズを390で行っていきたいと思います。ちょっとネットで調べるとですね、390とかが結構多かったので、390mm で、作っていきたいと思います。またスケッチを終了しまして、こうですね。押し出していきたいと思います。で、押し出す量は、ネットとかちょっと見たんですが、ちょっと19mm。まあ20でもいいんですけども、ちょっと19でいきたいと思います。で、少しここを勾配つけたいと思います。ちょっとお金一回ちょっと、マイナス10でいってみます。内側にちょっと角度つけたいので、マイナス入れますね。30程度と、こういう状態ですね。で、今回ちょっとだけなので5ミリ、マイナス5ですね。マイナス5度。10だと、こうですかね。10とかにもして、10ぐらいでいってみましょうか。さっきちょっとリハーサルは5度で作ったんですけども、ちょっと10度で作ってみますか。はい。で、角には、スケッチにですね、フィレット入れてもよかったんですけども、一体の方でフィレットはちょっと今回つけていきたいと思います。50か。うん、勾配こんなとこかな。さっきでも5でやったので、ちょっと5度にしますか。勾配コードでいきたいと思います。ちょっとだけ入れます。はい。で、スケッチを作成で、この面に円を描いていきます。中心と直径指定したいんですね。で、こちら原点が今中心になってるので、クリックして、マウス離して、ここ290にしていきます。で、スケッチ終了の押し出しで、ここの面ですね。
で、ここが43か。ちょっと、今ネットで調べてるサイズが、そうなので43にしていきます。で、こちらもマイナス5。で、結合させていきたいと思います。はい。で、ここからですね、ここの部分ちょっと作っていくんですが、ここは書いてみて作ってみたいと思います。お知らせはなくて、スケッチ作成で、今度は正面の面選択してきます。で、ここで半分の断面書いて回転してコーン作っていきたいと思います。まずは線分で原点から真上に1本書いていきますね。全体の長さは700ミリしたいので、700ミリ以上の線をちょっと一回書いていきます。ちょっと短い場合には、エスケープキーとか選択ボタンを押して、ドラッグして長めにしときます。で、今回こちらの線は、回転で使うので、中心線にこちらから切り替えておきましょうか。はい。一回何のとこクリックしまして、選択解除して、でですね、ここ、の上の面からきちんとぴったし書いていきたいので、ここちょっとラインを書きたいと思います。作成メニューの投影取り込みの中にある交差。で、選択フィルターは指定したエンティティ、要素ですね。面とか線のことです。こっちはボディなので塊です。なので、こっちは選択したエンティティの方を選びまして、ここの面を選びます。そうすると、今、クリックした面と、スケッチを書いている平面と、交差しているところの線が、ここに出来上がります。ちょっと見えますかね？この紫の線ですね。出来上がりました。ちょっと見づらいですか？これちょっとですね、ここの線が出来上がってます。で、この線を利用しまして、線分コマンドで、ここの線上にぴったりこう合う状態からですね。ごめんなさい、バツのボタンが出てきてます。このライン上、各地の書いていきたいと思います。クリックして、で、ここでクリックしなくて、ここでドラッグですね。ドラッグすると円弧に切り替わるので、ドラッグして、ここ円弧に切り替えて、この中心線のところで離します。こういう形ですね。で、これで寸法つけていきますね。スケッチ寸法を使います。で、今回まず高さからいきましょうか。わかりやすいですね。ここの点と、この原点、まあ、底面との距離。ここを700にしていきたいと思います。はい。で、今回この円弧の中心をこの中心線に合わせたいので、円弧の中心ですね。一致っていうこちらの法則を使って、ここの円弧の点とここの中心線を一致させます。はい。ちょっと一回選択ですね。もしくはエスケープキーボタンを押して、コマンドキャンセルして、ドラッグしていきます。まあ、寸法入れていけば、正直に出来上がるんですけど、ちょっと形整えておきます。で、下のところのこの距離ですね、入れていきます。スケッチ寸法で、ここの点と、ここの中心線をクリックします。そこに直径で入力できます。中心線にしておきます。ここを230としていきます。で、あとは、ここの角度を今回入れていきましょうか。くすにしなきゃな、8度だったか。7はちょっと大きいかな。8ぐらいちょっといきたいと思います。はい。で、スケッチ終了しますね。で、これで回転、実行していきます。はい。そうですね、スケッチで設定した中心線を回転軸にぐっと回転しまして、まあ、結合させて OK をしていきます。はい。これで概ね出来上がりました。あと中をくり抜いていきたいんですけども、その前ちょっとフィレットを入れて角などに丸みつけていきたいと思います。うん。この辺ですかね。全部。選んで5ミリとか、ちょっと小さいフィレットですが入れていきます。はい。あとはシェルコマンドで裏側の面をくり抜いて厚さ 2.5 とかですかね。にしていきます。こんな感じですね。これで出来上がりですかね。じゃあ断面切りますと。よいしょ、反転。こうですね。出来上がってます。はい。断面表示にしますね。レンダリングの方でちょっと色つけてみますか。
外観で、コーンって言うとなんか赤のイメージですよね。普通のペイントの方でいきますか。ドラッグ&ドロップ。はい。このままなの明かりいいですかね。はい、こんな感じですよね。はい。そして次、ここの上にですね、ちょっと重りみたいなのも書いてみましょうか。まあ別ボディでこういう形で。まあこれは単純に押し出して作る形なんですけども、ちょっとやってみます。デザインに戻りまして、スケッチ作成で、このコーンのこの上の面におこもり作っていくので、この面にスケッチ書いていきます。で、ここぴったしから押し出してもいいんですけど、少し内側にオフセットしたいと思います。オフセットで、内側でマイナス5ですかね。ちょっと内側に入れていきます。で、円を書きます。原点中心に、300とか。300でちょうどここですかね。ここを押し出して作っていきたいと思います。スケッチ終了の押し出し。で、ぐーっと。で、新規もですね。新規ボディ。で、これもちろんネットで見たら45とかっていう数値があったので45ミリ押し出していきますかね。もの言って違うのかもしれないですけどね。こんな形で。断面を切るとこんな感じですね。はい。で、これも、新規ボディですね。新規ボディで作ると結合せずに、新規ボディで作るのがポイントですね。結合せず。はい。で、これも少しだけフィレット入れましょうか。こちら。中と内と。もうこれも5ミリぐらい。で、レンダリング行きまして、外観で、黒。ゴムの黒とかでもいいんですけど、なんかここにある黒入れますか。よいしょ。こんな感じですかね。背景も入れてみましょうか、久しぶりに。シーンの設定で、環境にして、環境ライブラリーで、道路みたいななかったし、これでしょ、クロスロード。まあ、ダブルクリックして挿入してます。設定で地面平坦化。こんな感じですね。こっちの方いいかな、フィールド。はい、もう必ずコーンを。ちょっと作成しまして、重りもちょっと作ってみましたっていう形ですね。ちょっとまあコーナーでちょっと重ねてもみましょうか。ボディに非表示にして、まあ、移動コピーを使って、ボディですね、選択します。で、コピー作成の上に少し高さ19なので、マイナス20ぐらいにしますか。はい。で、断面切ってみます。まあ、こんな感じですね。ちょっと干渉とかあるかもしれないですけども、この辺。はい。もうちょっと広がってですね、ちょっと重ねるかなって感じでしょうかね。はい。じゃあ、一個コピーしてみました。移動コピーっていうのを使ってコピーしてみました。はい。まあ、これ移動コピーでコピーしたり、あとは矩形状パターンでコピーしてもありですかね。矩形状パターンでボディ。まあ、コンポネになってればコンポネなんですけど。で、軸。で、間隔にしまして、ここを20かな。まあ、19だとぴったりなんですけど、まあ、20でいきたいと思います。12個ぐらいいけますか。こんな形。こんな感じですね。実際の高さはここにちょっとフィレット入れてもよかったのかもしれないですね。入れてないですけど、今回。はい。この底の部分ですね。でもなんか、はい。まあ、ここにちょっとフィレット入れてもよかったなと思ったんですけど。はい。よいし
こんな感じで今回コーンの方ちょっと作ってみました。はい、まあ、基本的には押し出しと回転っていうソリッドモデルの基礎的な部分、基礎的な機能を使ってやってきましたが、まあ、スケッチの部分においてはここですね、交差でこのラインをですね取って、ここですね、この面ちょっとぴったしのくっつかるようにですねラインを取ってからこの線を書きました。で、ここ、円弧については、線部コマンド、ドラッグすると、円弧に切り替わりますので、ここでドラッグして、円弧に切り替えたと。で、円弧の中心点は、ここの中心線に合わせまし、一致させたって感じで、こちらの高速を使って。あとは、寸法など入れてたと。で、こちら中心線にしておくと、こういった直径で寸法を入れれます、というような形ですかね。まあ、そんなちょっとしたテクニックをちょっと今回使ってましたよというところです。まあ、今回の動画ですね、少しでも皆様の参考になれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。